よくこういう災害が頻発化してますってこうリストだーっと作って温暖化のせいですっていうふうに主張する人はいるわけですよ、うんうん、これをもって過去については激甚化したっていうふうには言えないわけですよ、うんうん、だから台風過去に激甚化したっていうふうに誰が言ってるんですか、うん、最近激甚なものが出てるっていうことはこれは僕は事実だと思っていて、統計的に有意じゃないと言うべきではないんです。人間活動が地球温暖化を進めているということはほぼ 100% と言っていいですか。 IPCC の報告書で今回疑う余地がないと、はい、完全に全てこの CO2 などの温暖化かっていうとその議論の余地は実はまだある。こう自然科学の世界っていうのは観測とか実験とかそっちの方が神様なんですよ、うん、どんな素晴らしいシミュレーションでも観測実験とどのぐらい本当に合ってますか。気候科学者はそのことをよく分かった上で、うん、政策決定に使えるような情報としてはどこまでは言えるのかということを考えながら IPCC の報告書ってのは書いてるので、 CO2 を出すインフラを例えば発電所とかを新たに作らないっていうことは非常に大事だ、ね、その経済性で考えてもこれからどんどん再エネに行くんじゃないかなと、うん、安全保障のことをろくろく考えないで脱炭素なんて突っ走ってしまうと戦争が起きると本当に破局的な失敗を起こすわけですね、うん、私科学も大事だけど民主主義も大事だと思ってるんで、うん、お二人本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず江森さんなんですけど、東京大学の教授で地球温暖化について研究されているということなんですけど、温暖化の原因まず率直に聞かせてください。江森さんお願いします。まあ、人間活動による特に CO2 などの温室効果ガスの増加です。それはみんながそれはそう思っているだろうなという部分ですよね、うん、で今回の出演ちょっと悩んだって話も聞いたんですけど、それはまあちょっと悩んだっていうかすごい渋ったんですけども。なんで渋ったんですか。ギャラの交渉ですか。いやいや違います。やっぱりこう1対1だと、はい、そのゴブゴブの議論があるように見えるんですよね、うんうんうん、で僕はそうは思っていないので、はい、まあ、少なくとも人数関係でいうと、うん、その逆張りしてる人っていうのはその世界的に見ても人数は少ないんですけども、はい、まあ、だけど別に科学は多数決じゃないので、うん、少ない人数の人がもしかしたら正しいじゃないかということを、はい、まあ、今日議論できればいいと思うんですけど、ね、うん、人間活動が地球温暖化を進めているということはもうほぼ 100% って言っていいですか。江森さんのこれ僕が執筆に参加した IPCC の報告書で、はい、今回疑う余地がないという言い方をしました、うん、はい、で一方ですね、杉山さんですね。杉山さんは温暖化問題やエネルギー政策の専門家ということですが、これ温暖化これ懐疑的って言ってよろしいですか。まあ何でしょうね、そう言われるとね、なんか悪い人みたいに聞こえるじゃないですか。いやいや、そういうわけじゃない。私は徹底して科学を貫くっていうのはまずは一つ大事だ、はい、だって科学っていうのはね、あらゆるものに疑問を発して、はい、で確かめていくってそういうプロセスなわけです、うんうん、だからね、そういう意味では科学ってもの自体が懐疑なわけです、うん、IPCC が言ってるってことがまだ疑う余地はあるんじゃないかと思っている、うん、CO2だけで 100% 説明できるかまではそこまでは言っていないわけですよ、うんうんうん、いろんな要因あって、はい、自然変動だってあるし、ね、うん、太陽の活動の変化だとか、うん、地球の大気とか海洋って長い時間かけてこう変化自然にもするわけですよ、はい、うん、そういうものも入ってるので、うん、過去にあった温暖化が完全に全てこの CO2 などの温暖化かっていうとそうではない。その議論の余地は実はまだあるということ、うん、でこれは別に私が言ってるっていうよりは IPCC のレポっていうのもそう言ってるし、はい、ちょっと、IPCC の報告書が言ってることを間違って説明してらっしゃると思います。それどういうことですか、はい、CO2 をはじめとする他のメタンとかも含めて、温室効果ガスですけれども、はい、それで地球を温めた何パーセントかっていうと、まあ、100% 超えてるんですね。で他の人間活動として、まあ、エアロゾルって言って大気中にこう地球を冷やすような微粒子とかを撒いてるの で差し引きがですね、だいたいちょうど気温上昇観測された量と同じぐらいを説明できるんですよ、うん、で、太陽活動であるとか火山の噴火とかそれから自然の変動ですね、うん、大気海洋が、勝手に何も原因がなくても変動する、うん、まあ、これはですね、まあ、0プラスマイナス 0.1 度、うん、太陽活動がまあプラス 0.1 度で、うん、まあ、0.2 度もしかしたら自然ということは、まあ、解釈としてありえなくはないです、はい、うん、だけどそれはまあすごくまあ極端な解釈ですけどね、うん、お、はい、極端な解釈ってなってますけど、
IPCC のレポートがそうだってことはそのおっしゃる通りで、別に私間違って説明してないと思うんですけど、温室効果ガスによって過去 の, その気温がある程度上昇したっていうのは、別にそこはそんなに争うつもりはない。そうなると話は早いような気もしてきましたけど。あんまりそこで争うつもりない、うんうん、じゃあちょっとね、IPCC というのはどういったものなのか、まずお二人も IPCC に入られてるんですよね、参加されてるんですよね、はい、執筆者として参加してます。執筆者として、はい、同じです。同じ執筆者として。これ IPCC というのは、これ1988年に設立された政府間組織ということなんですけれど、これ4つの組織に分かれてるんですよね、IPCC の総会が第1作業部会、第2作業部会、第3作業部会、イベントリータスクフォースというふうに分かれてて、どこに属するんですか、お二人は。僕は第一作業部会の、はい、前回の第5次報告書と今回第6次報告書 の,、うん、執筆者をしました。具体的に言うとどんなことですか。各省ごとにチームができて、はい、十数人のチームで、うん、その、分担して、うん、その原稿を書くと、うん、でその原稿に対して、その世界中 の, その執筆に参加してない専門家からコメントがたくさん送られてくるんですね、はい、まあ、これは確かにそうだと思ったら原稿に反映させたり、まあ、これは違うとか、うん、まあ、そういうことをやるのが執筆者の役目ですね、はい、うん、杉山さんも同じでよろしいですか。それは、まあ、私は第三作業部会で、ね、緩和策っていうのは、これは分かりにくい言葉なんだけど、要は普通に温暖化対策 の, まあ、太陽光発電に導入するだとか、原子力発電とか、はい、そういうものの技術にどんなのがあるかとか、経済性はどうかとか、まあ、そういうことを議論するところで、まあ、私が関わりだしたのは2007年の報告書からなんで、結構も長くはなります ね, すね。どんな仕事してるかっていうのは、江森さんおっしゃったのと全然変わらない。うん、分かりました。で今回ですね、 IPCC で評価されている科学的根拠、影響緩和策について、これ議論していきますけれど、まずは科学的根拠からいきたいと思います。まずこちらですね、IPCC が出しているのは、温暖化の原因、人間活動によるものと断定ということですね、進行状況としては世界平均気温 1.09 度上昇と、産業革命前と比較、これは江森さんがおっしゃっていることと全く一緒ということなんですけど、この事実を踏まえてですね、まず最初のテーマこちらでございます。地球温暖化の原因は人間なのかということなんですけど、お二人の意見がこちら。江森さん、疑う余地なしということですね。そして杉山さんは議論の余地あり、まあ、先ほどおっしゃったことだと思いますけれど、まずでは杉山さんお願いします。まあ、過去の地球温暖化はだいたい約1度ぐらいだったんだと、うんうんうん、でその太陽活動や、それから長期的な大気や活用の海洋の振動っていうのが、うん、まあ、0.2 度ぐらいあったかもしれない。それが IPCC の言ってること、うん、で私はまだ それにもいくつか議論の余地があるってことを言わなきゃいけなくて、うん、まず過去の気温上昇が約1度だったっていうんだけども、これも2割ぐらいはね、推計の誤差っていうのはありますっていうことと、うん、太陽活動の変化とか大気や海洋の長期的な振動というのは実はもっと大きいんじゃないのっていう意見を言ってる人たちもいることも確かなんですね、うんうんうん、杉山さんの意見は何ですか。私の意見はそれは、だからいろんな意見言ってる人もいるし、はい、自分自身もそのはっきりと言った比っていうのは別にわからないと、うんうん、だけども、うん、過去 の, その約1度の気温上昇がほとんどがその人間の活動によるものである可能性も十分にあると思います。じゃあまだ分からないという段階で、分からないところも実は結構、江森さんの意見でも正しくなる可能性もあるということでよろしいですか。まあ、それはそうです。それはそういうことってことですね。多分そこはそうだと思うんですよ。杉山さんがおっしゃってることは間違いないと思うんですけど、疑う余地なしということで補足するというか、他の意見あるんだったらお願いします。まあ、主な原因が人間活動であるということは、はい、まあ、疑う余地がないと、うん、でこれは過去のですね、 IPCC の報告書で可能性の表現が上がってきたんです、ね、はい、最初2001年の報告書で、人間活動が主な原因である可能性が高い、うん、でこれ 66% 以上って意味なんですけど、はい、で2007年の報告書で可能性が非常に高いと、でこれ 90% 以上。おお、2007年でも 90%、はい、で2013年の報告書で、可能性が極めて高いと、うん、でこれは 95% 以上で、今回疑う余地がないに、うん、なったわけです、ね、段階をしっかり経た上でそうなってると、はい、でこれはもちろんその過程でですね、その温室効果ガスや人間活動以外の、太陽とか火山とか自然の変動についての、がどれぐらいもたらしうるかっていう評価を、まあ、ずっとやってきて、うんうん、でそれはいろんなことを言う人もいるんだけれども、はい、いろんなことを言うのがちゃんとその気候科学の論文に載っていれば、うんうん、それは IPCC の評価の対象になって、うん、で他の論文と全て比べて全体として何が言えるかというふうに考えたときに、はい、全体として今回は疑う余地がないと、
言ったので、そういう論文が出ていれば、うん、そういうものも考慮した上で今回の結論が出ていると、うん、そのグラフで説明しますと、このですね、過去1850年から2020年までの世界平均気温の変化、はい、で黒で書いてあるのは観測データで、はい、まあ、変動してますけど最近数十年ぐっと上がってますねと、うんうん、でこれが何でかっていうことを調べるためにシミュレーションっていうのを使います、はい、昨年のノーベル物理学賞を受賞された真鍋淑郎さんが、はい、世界で初めて開発を始めた、うんうんうん、まあ、そういう学問分野ですね、はい、うん、でこれを使うと、コンピューターの中に地球の気候を再現して、それでいろいろ条件を変えて実験をすることができると、はい、うんうん、オレンジ色で書いてある方が人間活動によるものと自然のものを両方入れて計算したものです、うんうん、でそうすると観測されたように気温が上がっていくというわけですね、うん、もうあと緑の方は分かると思いますけど、自然の要因のみですね、うん、でここには太陽活動の変動、火山の噴火、大気海洋の自然の変動は全部入っています、うん、でそうすると全然上がっていかないと、うん、その自然要因の取り入れ方が、まあ、このモデルだと適切じゃないんじゃないのっていう意見を出している人は結構いて、うん、でそれは太陽活動もあるっていうのと、あとその長期的な大気海洋の振動もあるっていうので、それを適切にこのモデルで取り込みきれていないんじゃないのっていうのが、それが、まあ、反論としてあるわけですよね、うんうん、それ何が取り込みきれてないんですか、自然要因に。まあ、太陽活動自体が強くなったり弱くなったりもするし、うん、太陽活動はこれ入ってないんだ、自然要因。いや、入ってるんだけど、そんなに小さくないんじゃないのっていう意見ですよね。ああ、もっと多いんじゃないかと。もっと多いんじゃないの、うん、あとそれから太陽が磁場を変えて、磁場が宇宙線の量を変えて、それで雲の量が変わって地球の気温が変わるってややこしいプロセスもあったりして、うん、そういうのもあるって言ってる人もいるし、モデルって教え込んじゃえばそういうことになるから、うん、言葉選ばずに言っちゃうと。でシミュレーションに関してはいろいろ議論があってですね、で地上の気温に関しての話だと思う、地上2メートルの気温ですね、はい、今いわゆる地表の気温って言ってるやつの話なんだけど、うん、じゃあこのシミュレーションのモデルってどういうものかって言って、まあすごい複雑なわけですよ。そのサイコロの名状に切って、それで大気とか、うんうん、水の流れを計算するんですけども、うんうん、それコンピューターの中でやるっていうのが今回の、何しろ地球全体で100年にわたって計算するから、はい、スーパーコンピューターといえどそんなにいっぱい計算できないので、うん、このマスの大きさっていうのは100キロ四方ぐらいあるんですよね、うんうんうん、でその中を、まあ、一つの温度とかで代表したりして、それで雲はどのぐらいできるとか、そういう温度とかから計算したりするんだけども、うん、実際にその起きる物理現象っていうのはこの100キロ四方のマスに比べるとずっと小さいので、うんうん、研究としてやるっていうのと、それを政策決定に使うときに、そういうモデルっていうのはどのぐらい重要視するかっていうのは別の話になる。なるほどね。今のお話でちょっと2つコメントすると、太陽活動がですねの影響っていうのが、うん、もしもこのシミュレーションに入っているよりも強ければ、温度を下げる方に働くはずなんですね。え、どういうことですか。最近ですね、十数年太陽活動っていうのは長期的な傾向としては弱まってきているので、うん、むしろこう下げる原因になるはず。あ、それにもかかわらず上がっている、はい、温度は上がっている、うん、だから、太陽活動の入れ方が弱いんじゃないかっていうのは当たらないと思っています、うん、でそれからですね、シミュレーションが、まあもうどういうふうに信用するかっていうのは、まあ、大きなテーマで、一つ、まあ、エピソード的に申し上げると、はい、ノーベル物理学賞を取った真鍋さんが、うん、30年前にですね予測をしたわけですよね。地球温暖化の予測実験をやってるわけです、はい、でその時は答え知らないわけですよね、うん、で30年経ちました、はい、で観測されたデータと比べました、うん、結構合ってるんですよ、はい、それはちょっと違う話になってくるな。でこれはですね、うんうん、モデルはよく現実に合うようにチューニングしてるというふうに批判されるけれども、うん、私は将来の気候が合うようにモデルをチューニングすることはできなかった、うん、30年前ですからね、はい、うん、なぜならば将来の気候をまだ知らなかったからだったんです。僕はそういうことも含めて、モデルっていうのはいろいろな単純化がですね行われてるんですけれども、はい、まあ、本質をつかんで、気候変動のシミュレーションに使っているっていう、まあ、自信というかですね、うん、それがやってる身としてはありますという話です。それになると杉山さん、太陽活動は下がる予測だというふうに。太陽活動ってその直接の太陽光の光の強さの変化っていうのと、あと太陽の周りの磁場が変化するっていうのがあって、こっちはずっとややこしいので、うん、磁場の変化っていうややこしい方を取り入れた時に、太陽を取り入れたら最近下がってなきゃいけないのかどうかって、そこは私今向きは同じはずですよ。
それはちょっと私は分からないですけどね。ただまあ太陽光が結構効いてるっていう説を言ってる人はいる。まああともう一つ言うと、説言ってる人どのぐらいいるんですか。いや説言ってる人はいると思いますけど、うん、で論文も書いてるんですけど、うんうん、多分気候科学の論文には書いてないと。気候科学の論文誌ってあるんですよ。あはい分かります。で、うんうん、宇宙物理の論文誌とかありますよね、はいはいはい、うん、で太陽の論文書いてる人とか宇宙物理の論文にそういうのを載せて、うん、それでその気候変動の科学の批判をしてる人ってのはいますけれども、うん、多分気候科学の査読は通らない。査読っていうのはその専門家が読んでも、うん、通らないロジックを書いてると思います。太陽が全部だなちょっとねこれねなかなかね太陽がある程度入っているなかなか合わないとこっていうかここなかなか違うとこにいるなと思うんだけど、ここでこうやってちょっとね空中戦技技能してあんまりしょうがない、うん、でもね論理的には全部が太陽だったら論理的にはね僕ね江守さん言ってることが論理的なような感じだけど、杉山さんちょっと論理的なとこもうちょっとください。気温の観測の仕方、大気の気温の観測の仕方っていくつかあって、はい、